물 토까지 밀 보리씨 뿌리기를 끝내는데 조선 노동도의 인조대 조선 시수기 짓는 교화국 국무위원회의 인조 조선 시수기 짓는 교화국 무력발 고시를 간대하러 김정은 도시가 3월 27일 전국 유도회기노 시샤오미마시다 조선 노동도 주요위원회 리병철 副委員長をはじめ 도주호위원회의 간부 조선인민군소산부총의 박전촌 陸軍大将と 조선인민군各軍団長が 시샤を見ました 시샤は 人民軍の各部隊に引き渡される新しい兵器システムの 戦術的特性と威力を改めて確証し 人民軍の指揮官たちの直に映ることにその目的がありました 金正恩委員長が死者を命令すると天地を揺るがす轟音とともに基地の弾頭が発射されました発射された戦術誘導弾は目標の島を精密弾機しました試射では互いに異なる飛行軌道と落下の特性誘導弾の命中度と弾頭の威力がはっきり示されました 金正恩総は新しい貯蔵式の兵器システムの相次ぐ出現は共和国の武力の発展と変化における一大出来事でこうした成果は労働党の正しい自律的国防工業発展の路線と国防科学重視の政策がもたらした輝かしい実りで我々の国防科学国防工業の威力を誇り示すものだと述べましたそして我々が最近開発した 新型兵器システムと開発中の戦術及び戦略兵器システムは国の防衛戦略を画期的に変えようとの諸村労働党の戦略的基との実現に決定的に寄与するだろうとしいかなる敵であれ共和国に対する軍事的行動を企むなら領土の外で消滅できる打撃力をさらに強固なものに固めるべきだ まさにこれが、諸村労働党が打ち出している国防建設の目標で、最も完璧な国家防衛戦略、真の意味で信頼できる戦争抑止力だと述べました。金正恩委員長は、諸村労働党の自律的国防工業発展の路線を実行するための、国防科学研究各部門の任務と、南北工業部門の新たな方向づけをしました。 敬愛する朝鮮総書記金正恩委員長がラオス人民革命党中央委員会書記長に祝電を送りました祝電は次の通りですリエンちゃんラオス人民革命党中央委員会書記長ボンアンオラチット同志私はラオス人民革命党創立65周年に際し書記長同志とラオス人民革命党中央委員会党員の皆に熱烈な祝賀と同志 の挨拶を送ります。ラオス人民革命党は創立後これまでの65年間、外来侵略者に反対し、人民民主制度を強固に発展させ、国の繁栄をもたらすためのラオス人民の戦いを勝利へと導いてきました。我々は今後とも、紀党の党員の皆と人民が、書記長同志を主犯とするラオス人民革命党の指導のもと、第10回党大会の決定を実行する上で、 さらなる成果を収めるものと信じてやみません。私はこの期間に、諸村と両国間の伝統的な友好協力関係が、社会主義運動のための共同の戦いの中で、引き続き発展するものと確信し、書記長同士の健康と、党と国家を導く重責の活動での成果を心から祈ります。諸村労働党委員長、金正恩。 1906年3月22日、平壌。諸村の人民経済各部門で成果が収められています。釜山製鉄所では、第1号と第2号回転炉の原料増量の工程をオートメ化して、生産をより高い水準で正常化できる土台を築き、東北山青年炭鉱では、葉っぱの新しい方法を取り入れて高い実績を記録しています。 釜山車輪工場では、トラクターの車輪の年間生産計画を3月初めまで繰り上げて達成し、
文山戦勝栄誉軍人受信日用品工場では、設備を改造して道内の軍民発電所の建設に必要な資材を十分賄っています。文山林産事業所管属作業所の人たちは、金正恩総書記の誕生日の公務部施設まで原木の年間生産計画を達成しました。三平古道津野郡のファッション共同農場では、これまで水不足のため、ヘクタールあたりの収穫高が非常に落ちていた20ヘクタール余りの水田の灌漑工事に力を入れるなど、人民経済各部門で高い実績が記録されています。諸村の流音シューズ工場で新製品の開発が積極的に行われています。今年に入って工場で20種余りの春と秋の運動靴が新しく開発され生産が始まりました。工場では多種多様で色も様々な軽い運動靴の生産に力を入れ、デザインの合評会と製品の品評会などを開いて新製品に対する生産者の関心を呼び起こしました。デザインの創作を優先させ、進んだシューズの生産方法を活用して製品の軽量化と品質向上を実現しました。若者用の春と秋の運動靴など工場で生産されているシューズは、春の趣にマッチする明るくさっぱりした色と現代感覚に合うスマートな形、軽くて優れた弾性と耐久性を持っていることで人気商品となっています。新製品の開発過程に工場の生産工程がさらに近代化されることにより、省力と資材の大幅節約が可能になり、リサイクル化の良い経験も一般化されました。諸村の農業省果樹管理局の管轄する果樹栽培農場で、今年に入り410万本の果樹を植えました。果樹栽培業の集約化科学化をハイレベルで実現している平壌果樹栽培農場、温泉果樹栽培農場、東南果樹栽培農場、北村郡果樹栽培農場経営委員会の人たちは、生産性が高く日照りと風雨、寒さと病虫害に優れた耐性を持つ12万5千本の優良品種の果樹を人より先に植えました。サリ郡果樹栽培農場、三女果樹栽培農場でも、ブドウと夏梅などの果樹の品種選択と配置を技術的に行って、数十ヘクタールの面積で輪作を行いました。サムチョン、アンガク、チャンギンをはじめ各果樹栽培農場の勤労者も工程別要求を厳しく守り、果樹の活着率を高めました。諸村労働党中央委員会第7期第5回総会の決定にのっとり、共和国各地で教育部門を積極的に支援しています。特に教育の近代化と IT 化のレベルアップに第一の関心が向けられています。まとめられた資料によりますと、平安北道ではこの2ヶ月だけでも十数州数千点の教育実験機器と設備を道内の学校に送りました。チャガン道と平安南道、両岸道、ファンヘ南道、関門道でも多くの実験実習設備と機器を各学校に送りました。モデルとなる学校の建設と学校の増改築でも大きな前進が見られています。平安北道とファンヘ北道、ハムギョン北道などで多くの建設資材を学校に送って、教育機関が日増しに姿を変えています。以上で国機関のニュースはあります。担当は大岩美津久でした。こちらは諸村の声放送です。贈り物、金属工芸 SPC 製造。金属工芸 SPC 製造は、敬愛する最高指導者金正恩委員長に、1905年2016年7月7日、ロシアの新聞ザフトラ編集長から贈られたものです。1326年モスクワのクレムリン宮殿に建てられたオスペンスキー聖堂は、ロシアでは神聖な心、勝利と栄光のシンボルとされているといいます。工芸品の中心の下の部分には、オスペンスキー聖堂という字がロシア語で刻まれています。贈り物、金属工芸
ウッセンスキー製造をご紹介しました。第二の生産を先立たせろ。共和国では森林造成が国の発展と子孫万代の繁栄のための最大の愛国事業となっています。平安でも山を控えた地域で造林用の苗木の生産に力を入れています。郡地産区域森林経営所では区域内の山々を有用な経済林にするため育苗場を立派に作り、苗木の生産を先立たせています。特に実益のある油脂樹や野生の果物の木の苗木をたくさん生産しています。森林経営所では育苗場に温度と湿度などのコントロールがオートメ化されたプラスチックの羽目板温室を設け、1年2サイクルの生産の準備を着実に行っています。またソーラーパネルによる発電システムを設けて、苗木の生産と灌水に必要なエネルギーを十分得ており、至る所に林間育苗場を作り、苗木の活着率を高めています。経営所の従業員は科学技術普及室を通じて先端科学技術を習得し、苗木の生産の進んだ方法を積極的に受け入れています。苗木畑の知力を高め、病虫害を防ぐための対策も科学的に立てています。このような献身的な努力によって、森林経営所の育苗場では森林造成に必要な漁師の苗木がすくすく育っています。支配人の卓雲仁さんのお話です。区域内の山々を有用な黄金の山、宝の山にする上で肝心要のことが苗木の生産です。私たちは栗と五葉松、山ぶどう、樽梨をはじめ野生果実の木をたくさん植えて、区域の人が実益を得るようにするつもりです。苗木の生産を先立たせる、こう題してお話しました。